こんにちは、父さんの子育てチャンネルです。このチャンネルは3人の子育てに奮闘中の父さんが子育てをしながら感じたことや考えたことをつらつらと語っていこうというチャンネルです。まずは自己紹介します。3人の子供がいます。男の子、男の子、女の子、5歳、3歳、0歳の3人の子育てをしています。ごくごく普通のサラリーマンです。アラフォー世代でいい感じのナイスミドルを目指しています。よろしくお願いします。いきなりなんですけど、やっぱこう子供って可愛いですよね。ほんと可愛い。今日仕事から帰ってきたらリビングで嫁さんが食器を洗ってて、で子供たちの姿が見えないなーなんて思ってたら、寝室で3人で遊んでたんですよ。子供たちだけで遊んでる姿がなんかすごく微笑ましくてですね、なんかこう子供たちだけで遊ぶってことももちろんあるんですけど、あくまでこう僕たちの目の届くところというか、その一緒の空間にいてってことが多くて、特に一番下まだ0歳児なんで、なかなかこう子供たちだけで別の部屋で遊ぶなんてことはなくてですね、なんかこう上の子らももうすっかりお兄ちゃんしてて、でちゃんと一番下の子の子のことを気にかけて見てくれてるんですよ。あーなんかいいなーなんて思いながら、なんかやっぱこうどうしても気になるんですけどね、その下の子大丈夫かなとか、寝室にいたんで、うちベッドなんですけど、ベッドから落ちないよなとか、こう捕まり立ちもまだそんなにうまくないので、転んだりしないかなとか。でもそこでどんだけほっとけるかってのも多分大事なのかもなと思って、上の子らにこう落ちないようにだけ見とけよって言ったんですよ。でしたら分かったとか言って、で楽しそうにしてるし、で下の子ももう俺のことなんか見てないんですよ。ただいまって言いに行った時はこっち見てたんですけど、しばらくするともう俺のことなんか見てなくて、で上のお兄ちゃんたち見てて、あーなんかちゃんと信頼してんだなーってのはなんかすごく伝わってきて、でなんかこれはもう変に介入するより、その子供たちに任せてた方がいいんだろうなーって感じて、その子供たちだけの世界というか、こう兄弟の世界っていうんですかね、なんかそんな感じがしてですね、なんかこういうの難しいですよね。その親がどこまで介入するかみたいな、結構悩みますよね。そのどこまで任せていいのか、どこからは入った方がいいのかみたいな。その今回のことで言うと、ベッドから落ちないようにっていうことなんですけど、そのどこまでこっちがフォローするのか、それとも上の子らにそれだけ言ってどんな手当てをするのかも任せるとか。で多分こういうのってベッドだけの話じゃなくて何でもそうで、最初から任せるとかっていうのはダメで、ある程度のこう道筋というかやり方をこちらが提示するっていうのを何回か繰り返すってことが多分大事なんだろうなと思うんですよ。その見て覚えさせるというか、ある一つの事象に対してその対応方法はこうです、かつこんなやり方もあるし、こんなやり方もあるっていうのを、そのいくつかのパターンを見せてあげる。で子供がなんとなく理解してきたなって感じたらもう任せる。で多分そうすることで子供たちもこう知らず知らずのうちに自分たちでその何かの事象に対しての適応というか対処を理解していくんじゃないかなと思ってて、であまりこう口出しせずに見とく、あまりこうじろじろ見てもって話なんで、その見てないふりしながら気にかけるくらいの感じで、でもしこう子供たちの対応が危なげなところがあれば少しサポートする感じで、だから多分そんな感じがいいんだろうなーなんて思いながら、でもちろんそのやり方っていうのはいろいろあるにせよ、子供たちのその自分たちでやる力っていうんですかね、なんかそういうのを育んでいくっていうんですかね、その何でもかんでも親がやっちゃいけないんでしょうね、きっとね。その自分たちだけでやらせていくことで、自分たちでそのやる力というかやれる力を身につけていく、そういうようにこう仕向けていくってことが、そのなんて言うんでしょう、親としての務めなんでしょうね、きっとね。なんかこう多分少しずつそういう経験を積ませていくことで、他のことにも応用が効いてきたりして、いつの間にか新しいことに対してもこう誰にも何も言われなくても対処できるようになっていくんでしょうね。そのなんかこう素地が身につくというか、そのベースが整うことで未経験のことにも対応できるようになるというか、昔その会社の先輩が言ってたんですけど、中国かどうかだったですかね、その古い言葉に最初はこう真似をするですかね、そんなのがあって、真似から入ってで習得して自分なりのやり方でやるようになるみたいな言葉があるっていうのを聞いたんですけど、なんか多分そんな感じなんですよね。その最初から任せるなんて話はなくて、だと生まれて数年の、こう人間初めて数年ですがみたいな、その子供たちがやり方なんて分かるわけないので、最初にこうやり方を教える、この問題はこう解決するんだよっていうのを見せてあげる。で多分そういうことって何回もこう繰り返すと思うんですよ。でその何回も繰り返していくっていう過程の中で、その解決のためのそのいくつかパターンっていうのを示してあげて、いくつもこうやり方があるんだよって、でそのどれも間違いじゃなくて、解決のためのプロセスはいくつもあるんだよってことも含めて伝えていく、どんなやり方でもいいんだよって、でそのある程度理解できてきてんだろうなーって段階になって、もうそしたらそこから任せてみる。その親としてはそのなんか多少なり怖さっていうのはあるんだけど、もう任せる。でこう見てて少しフォロー入れた方がいいなって時にサポートする感じで介入するっていうのがいいんだろうなーなんて思いながらですね。で多分これってその
大きなことから小さなことまで全てに共通していることなんだろうなって思います。そのどこまで任せられるか、その要は親がビビらずにどこまで放置プレイできるかって話ですよね。そのまあもちろんその放置しすぎてもダメなんで、ちゃんと様子を見ながらって話なんですけど、多分なんかそんなんなんだろうななんて思いながらですね、まあまあ、そんなことを言いながら実際はめっちゃ介入しちゃってるんでしょうけどね、そのいろんなことにですね。でもなんかこう改めてそんなことを感じた瞬間でした。まあ要はビビらずにこうほっとけよってことなんでしょうね。ですね。まあはい、というわけで今回は、こんなことを感じましたというお話でした。今回の父さんの子育てチャンネルは以上になります。ありがとうございました。